キャリー・アン・モスはカナダの女優。ブリティッシュ・コロンビア州バーナビーで生まれ、バンクーバーで育つ。ザ・ホリーズが1967年5月26日に発表したシングル、キャリー・アンにちなんで名前を付けられた。ブルックという兄がいる。中学生の時は合唱団に所属し、ヨーロッパ公演に出たこともあった。その後、アメリカ演劇芸術アカデミーで演技を学ぶ。 20歳でヨーロッパに移り、モデルとなる。スペインにいた時にバルセロナで撮影されていたアメリカのテレビシリーズに出演したことがきっかけで、数本のドラマに出演。1999年に映画マトリックスのトリニティ役に抜擢され、一気に脚光を浴びる。なお、同作品に出演する以前にザ・マトリックスというテレビドラマに出演したことがあるが、この2作品は、 無関係である。2000年のメメントでインディペンデントスピリット賞女演女優賞を2006年公開のスノーケーキを君にでジェミニ賞女演女優賞を受賞。1999年に俳優のスティーブン・ロイと結婚。2003年に長男を2005年11月に次男を出産。女優のマリア・ベロと親しい間柄で長男の名付け親でもある。 ありがとうございます。